荷物が入った箱をロボットが自動で判断し、高速で入庫や出荷作業をしています。公開されたのはソフトバンクロボティクスの施設で、13日にオープンします。商品の入庫、棚卸しから出庫、梱包まで一連の物流作業を AI やロボット技術で自動化するシステムが展示されています。迅速な出荷を可能にするシステムや、商品を集める指示がメガネに表示される技術は日本で初めて導入されるということです。物流業界では貨物量が大幅に増える一方、人手不足も深刻化すると見込まれています。このため政府は最新技術の導入による効率化を進めています。